部の子音と全部の母音でロングトーンが高いドぐらいまでできると大体何でも歌えます。完成点にしっかり向き合ってみよう、覚えとれ。曲で使えるためには簡単にロングトーンですとか音の跳躍がある状態でもできないと全く使えません。一瞬フィッ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 でもまず一瞬が一瞬の音でいいのでちゃんと入るかっていう風にチェックしなきゃいけません。何をチェックしなきゃいけないかというと、1、張り上げすぎてないか、2、息っぽく裏声すぎてないか、3、喉が締まりすぎてないか、4、はーってこもった音色になりすぎてないか、このどれかに当てはまってる時っていうのはいいミックスボイスとは言えません。ミックスボイスのクオリティを上げなくては曲ではまず使えませんので、このどれかに当てはまってないかチェックします。それに対して例えばフィーってこれ平圧しま、してますよね。地声すぎて喉が締まりすぎてるのであれば、じゃあもうちょっと柔らかく息を吐いてちょっとだけ裏声が入ってるとフィーって治るだろうし、あとはじゃあ逆に息っぽくはぁ、息続かないし弱いよ、強く出せないよ、でもミックスボイスって裏声なんでしょうって思ってやるとフィーって歌えないよって人は、まあもうちょい地声なんだったらもうちょっとしっかりめに母音をイっていうのを発音してみるですとか、ちょっと息を止めてより声帯が分厚くくっついている地声に近い状態に導きたいんですよね。フィーってなるわけです。で、あとはじゃあフーって喉を開けるんでしょって言ってこもってる人にとっては、じゃあ下げないで普通にフィって言ってみて、フィーってやってみようとかっていう風に直してみてください。これを全部の母音でロングトーンできて、全部の子音と全部の母音でロングトーンが高いドぐらいまでできると大体何でも歌えます。サビバこれは息っぽい、地声すぎる、別にこっから強くしてもいいし、もっと弱くしてもいいです。でも自分の真ん中、これが自分の地声と裏声のバランスで、地声と裏声の間の音域が出せるか。はぁー。